10月14日午前中の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて10円96銭高い 16,785 円20銭で終えています。今日高いところで6840円、安いところ6727円がありましたけども、高安の値幅がおよそ120円程度の中で、前引けとしては10円高6785円で終えています。トピックスは逆に下げていまして、昨日に比べて 1.57 ポイントですが下落し 1340.74 で終えています。日経平均トピックスまちまちと、東証一部は方向感に乏しい展開でありました。東証二部指数はプラス、日経ナスダック平均もプラス、マザーズ指数はマイナスですが、いずれも 0.1% 未満の上下動であります。極めて小幅ながら方向感乏しいと、売りも買いもできずという週末の東京市場全場の動きでした。それでは日経平均株価のチャートをご覧いただきたいと思います。日経平均株価、結局今週連休明けの火曜日、今週1万7000円を回復しましたけども、その後はじわじわとこのように売り物に押されています。1万7000円をまで戻るのを待ってた人たちの売り、いわゆる戻り待ちの売りの圧力相当強いようです。7000円の壁を上にブレイクするような動きには今週はなりそうもありません。今日も1万6700円台ということで前引けを迎えています。週末ということもありまして、なかなか大きな材料がないと、買い上がりづらいし売り叩きづらいといった相場感の中で、材料の出ているところは物色されています。まず買われている方からご覧いただきましょう。9983ファーストリテイリングです。昨日の大引け後に決算発表を行いました。16年8月期終わった期の決算は悪かったんですが、17年8月期の業績予想がほぼ市場コンセンサス並みで着地しそうだという予想を発表しています。これを受けて、昨日は決算への警戒感からでしょうか、売られて陰線つけておいていますが、すぐさま売られた分を今日は買い戻されるような動きとなっています。業績予想、今期17年8月期が市場想定並みだということであります。このあたり安心感が広がっているようです。ファストリは午前中の段階で 4.3% 高でありました。一方で売られている銘柄で下落率上位がこの銘柄であります。3159の丸善 CHI ホールディングス、本屋さんであります。この時期もうほぼ毎年恒例のようになっていますが、ノーベル文学賞、村上春樹さんが今年も受賞ならずだったということであります。ノーベル文学賞に向けて、だいたいこのように10月11月にかけて買い上がられるという動きがあります。今日は村上さん受賞ならずということで窓を開けて売られています。6% 強の下落でありました。今日は週末ということもあって、市場全体を買い上がったり売り叩いたりするというような動きにはなっていません。こうした中で業績ですとかニュースといった個別材料に反応しているというのが東京市場午前の動きでした。以上、東証アローズから前引けの模様をお伝えしました。